江那市無形民俗文化財御所の前の送り神。大井町の御所の前地区では300年以上前からずっと7月1日に送り神が行われてきました。昔は御所の前の子は小学校を早引きしてもよかったそうです。今年は6月の第4日曜に行いました。送り神は御所の前地区に伝わる厄払いの行事です。小学生のよし君は今年も送り神に出ました。朝からよし君のお父さんと近所のおじさんたちが御所の前の弘法堂に集まって小麦の藁で人形を作っていました。男の人と女の人の藁人形です。竹に刺して持って歩きます。お昼過ぎによし君は水着で弘法堂へ行きました。もう他の子は背中に健康とか笑顔、安心、安全とおじさんに筆で書いてもらっていました。よし君は元気と書いてもらいました。どこのうちの子か厄払いにわからないように顔にもお腹にも墨を塗ってもらいました。次によし君は短冊を笹竹に結びつけました。短冊が道に落ちないよう丁寧につけました。それが終わると町内を一周します。塩水の用意。鐘を叩きながら町内中を叫んで回りました。これを合図に町内の人たちはバケツに水を汲みます。そこに南天の葉と塩を入れて水を清めます。わら人形を持つ中学生、その後に短冊を持ったよし君たちが続きました。鐘を叩きながら、町内を大声で歌って練り歩きます。おくりおくり、おくり神を送って、念仏もさん子どもは、八幡地獄でごそごそ、わしゃ町内の人たちが待ち構えていて、バケツ一杯の塩水をかけてきました。家の中のお役は、藁人形に持って行ってもらうためです。バシャッ、バシャッ、何度も何度も水をかけられました。よし君は塩水が冷たいので、背中を丸めて歩きました。声も小さくなってきました。みんなの背中の字がだんだんにじんできました。町内を隅から隅まで回って最後に愛川へ行きました。そして町内の中の役を背負った藁人形を川に流しました。流した藁人形はおじさんたちが拾って弘法堂まで持って行きました。よし君たちは愛川に入って体の墨を洗い流しました。中学生になったら藁人形を持ちたいな。来年も頑張ろう。よし君はもう来年の送り神のことを思い浮かべていました。おしまい。